はるかです。20歳の学生です。今日はこう全体的にブラウンでまとめてちょっと貴族っぽい感じにまとめました。シルエットと色は大事にしています。好きなブランドとかはなくて、まあ、系統もあまり縛らないようにしてて、可愛いって思ったものをいつも着るようにしてます。高校生の時に3と2分の1という古着屋さんに出会って、そこからその店員さんに古着の楽しさとかを教えてもらって、そこから一気に興味が出て、まあ、今に至るっていう感じです。その時その時によるんですけど、だいたい3万円ぐらい使います。ここっていうとこはないんですけど、よく下北の入浴場とかでお買い物はします。古着屋さんで今働いています。ビビアンの財布で、理由は一目惚れして普通に買おうって思って買いました。最近見つけたんですけど、金木犀が好きで、金木犀の香りのコロンっていうのをネットで買いました。あ、今日実はそれを着てきて、このスカートなんですけど、この後ろが結構歩くたびにこう動いて、結構お気に入りな服になります。結構たくさんあって、最近ではハンドメイドとかアクセサリーを作ることに結構ハマってて、今度そのアクセサリーを販売するなんかイベントとかもやる予定ではあります。きっかけはファッションのことだけではなく、普通に大学のことも学びたいと思ってたので、そこに入学したのがきっかけです。まず真面目に単位を取って楽しく卒業することが目標です。良い点はやっぱ趣味が同じ友達が増えることと、やっぱ好きを追求できることで、まあ、辛い点は課題がちょっと多いなっていうところはあります。理由はとファッションに関する作るだったりプロモーションだったり販売のすべてを学べるので、それを選択しました。最初は、ま、作る系が向いてるかなと思ったんですけど、授業をしていくうちにプロモーションの方が得意だなっていうのに気づけて、なんかそういう気づく点が多かったので良かったなと思いました。選択する科目に言うんですけど、一番かかるのはクリエーションの作る方で、作る方だと1万弱ぐらいかかります。文化の中島さくらちゃんっていう人にすごい影響を受けて、なんか HR 時代から結構知ってて、高校生からこんなにファッション全身楽しんでる人がいるんだっていうのをすごい影響を受けました。卒業後は古着屋さんで働いて経験を積んで、自分の古着屋さんが持てたらいいなとは思ってます。辛いこともあると思うんですが、お仕事もたくさんあるので頑張ってください。好きな食べ物は餃子が大好きです。インスタグラムのフォローお願いします。